ヒマラヤを越える鳥。みんなこんにちは、ハテナくんだよ。世界でも高い山が続いているヒマラヤ山脈、その山を越える鳥がいるよ。今日はその鳥さんにお話聞いてみるね。お願いします。やあ、僕は姉ハズル。世界で一番小さな鶴さ。僕の大きさは90センチくらい。僕は夏はモンゴルの草原に住んでいる。でも寒い冬が来る前に暖かい南へと移動するんだ。行き先はインド。南の国で暖かい冬を過ごすんだ。でもそのためには越えなければならない試練がある。それはヒマラヤを越えること。上に向かう風、上昇気流を捉え風に乗って進むんだ。8000メートルを超えるヒマラヤはものすごく寒い。マイナス40度だ。越えることができず、ワシやタカなんかに食べられてしまう仲間もいる。4000キロを超える大変な旅。それでも僕らは飛ぶんだ。だからみんなもくじけちゃダメだぜ。今日のまとめ。世界で一番小さい鶴、アネハズル。アネハズルは夏はモンゴルで過ごすけど、冬は暖かいインドで過ごすよ。そのために8000メートルものヒマラヤを越え、4000キロも離れたインドへ行くんだ。すごいよね。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー、バイバイ。